アラみさんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャンペーンまとめ、お盆休みもキャッシュレスでお得にということで、今週もやってきました。来週月曜日から1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画ということで、来週も結構お得なキャンペーンが開催されますので、サクッとお伝えしていこうと思います。それではまずはみんな大好きペイペイからですね、こちら8月のワクワクペイペイということで、8月の31日まで開催中で、11時から14時の間に飲食店、スーパー、そして8月からコンビニも加わってるということですね。加わって コンビニは上に出てる通りですねセブンイレブンやファミリーマートミニストップなどということですねそして10%から20%の還元今回もペイペイチャンスはありまして以前僕の動画でも紹介したんですけどもペイペイチャンスが35回目にしてやっと当たりました、まあ、その動画のリンクを概要欄にも貼ってますので気になる方はチェックしてくださいペイペイが出てきたので次はこちらのセブンイレブンで開催されるペイペイラインペイメルペイこの3社合同キャンペーンということですね期間は8月の12日から9月15日までということで毎週 最大300円相当がお得ということですね。まあそれぞれ101円以上のお支払いなどが条件で、まあペイペイの場合は。 100円相当が翌月の20日前後に還元されて、LINEPay の場合は毎週月曜日に100円のクーポンがもらえます。そして、メルペイは100円相当が使った翌日に還元されるということですね。次に、コンビニに関連して D 払いですね。今回はコンビニ限定のキャンペーンがスタートします。まず、専用ページで必ずエントリーが必須となってまして、8月の13日から8月の31日土曜日ですね。こちら月曜じゃなくて火曜日からとなってますのでお気をつけください。 で対象のコンビニは画像にも出ている通りですね。ローソンやファミリーマート、ポプラなどですね。あとは D ポイント20%還元であったり、新定上限は5000ポイントまでとなっています。 そして、もらえるポイントは D ポイント期間用途限定ということですね。で、D 払いに関連して次に D ポイントなんですけども、D ポイントスーパーチャンスということで、こちらもエントリーが必須となってまして、実質最大3%還元。こちらは8月の31日まで開催中です。で、上限は1万ポイントとなってます。で、こちらも同じくですね、もらえるポイントは D ポイント期間用途限定ということですね。次に楽天ペイですね。こちらは楽天ペイに楽天カードを設定したら期間中、 実質最大5%還元のキャンペーンの第2弾が開催中ということですね。こちら9月30日まで開催中で、同じくエントリーは必須となってます。そして対象店舗だと10%還元というのもありまして、まあ、東急ハンズや杉薬局などですね。あとはムビチケの15%還元が9月の2日まであってますので、もしですね、夏休みもしくはお盆休みで映画を鑑賞するときは楽天ペイを活用するのもいいと思います。そして次にオリガペイですね。こちら2つのキャンペーンが実施中で、1つは ビッグカメラ小島ソフマップで初めてのお支払いで10%オフのキャンペーン。 そして31で50%オフのキャンペーンですね。この31に関しては期間中何度でも半額なので、最大割引金額が250円までなんですけども、まあご家族やお友達と一緒にご利用されるのも喜ばれるんじゃないでしょうか。まあどちらのキャンペーンも期間が8月の18日までとなっています。そうしましたら最後のまとめですね。ペ a が十パーが10%から20%の還元で31日まで開催中。そして3社合同のセブンイレブンの100円還元に関しては12日からスタートします。 そして D 払い、コンビニのキャンペーンは20%還元でこちらは13日からのスタートですねで D ポイントの3%還元があって楽天ペイの5%から10%還元もあってオリガインペイは ビッグカメラソフトマップ小島で10%オフそしてサーティワンで50%オフということでオリガインペンのキャンペーンに関してはどちらも18日までということですねまあ、これらのそれぞれのキャンペーンに関しては必ず公式ページで詳細を確認した上で使用してくださいいやもうまとめながらですね毎回思うんですけども本当今回もすごいですよねほとんどのスマホ決済が夏に勝負を仕掛けてる印象です まあ夏はイベントごとなどがあるとお金を使う場面というのが必然と多くなると思うので、まあ、コンビニ行く時とかあとはランチに行く時少しでもですねスマホ決済を使ってお得にこの夏をエンジョイしていきましょう月曜からもお盆休みの方はしっかり休んでお仕事の方はまた頑張っていきましょうということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました